ゲール・トベイトは、ノルウェーの作曲家、ピアニスト。ノルウェー西部、ハルダンエル地方のベルゲンに、教師の息子として生まれる。ライプツヒに学んだ後、パリで、ビライ・コール・ロボスの助言を受け帰国し、オスロやノルヘームスンドに暮らした。トベイトは、ノルウェー西部のハルダンエルフィオルド沿いで、民族音楽の熱心な収集に取り組み、その多くを、ピアノ曲や管弦楽曲に編曲した。 第二次世界大戦後は演奏会ピアニストとしてヨーロッパ各地で演奏旅行を行う。トベイトはしばしば災害に見舞われている。ハルダンゲルフィオルドを見下ろす自家製の書斎は1960年に積雪によって押しつぶされ、自宅は1970年にタバコによる火災で全焼し、多くの作品が怪人に返した。 現存する作品はわずか15曲しかなく、その衝撃から、もはや作曲の意欲が失われるほどであった。落白で、立ち直れないままオスロに英明した。トベイトの作品は、古典的な超短音階に依拠しているが、都庁のリディア戦法による、プリラープリラーのように、境界戦法によって表情付けがされた作品も、見出される。しかも美しい旋律や、民族的な素材に満たされているため、 20世紀の音楽としては非常に親しみやすい。相次ぐ災害で失われた作品は現在も放送や録音などの音源から復元の努力が続けられている。プリラーはトベイト本人が1930年代に楽譜を引き裂いて破棄した稀レ例である。この作品はトベイトの死後に息子によって発見され再構成された。現存する作品の多くは ノルウェー音楽情報センターによって出版されており、ナクソスや BIS といったレーベルから積極的な作品の紹介が続けられている。ありがとうございます。